こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では最速でおしゃれになるための3つのステップというテーマでお話をしてみたいと思います。僕はですね、これまでに7冊ぐらい本を書いてるんですけども、本を書いているとですね、いろんな方からですねご感想をいただくわけですね。この本を読んでおしゃれに自信が持てるようになりましたですとか、あとは結構周囲から褒められることが増えましただとか、結構ですねそういった嬉しいご感想をいただくんですね。このように本を読んで劇的にファッションが変わったっていう方が僕の周りには結構たくさんいるんですね。そういう方々を見ているとやっぱり共通項があるんですね。本というものを読んでも実際に変わる方もいれば変わらない方もいるんですよね。多分割合で言うと僕はですね実際に変わってるのって全体のですね 2,3 割程度かなと思っています。これはですねどういった本でも同じだと思うんですね。その本を読んだ後に実際に行動をして変化するところまで行くっていうのは結構ですね実はハードルが高くて全体の 1,2 割ぐらいがいいところなのかなと思っています。じゃあ本を読んで実際に変わった人と変わらなかった人、どのような違いがあるのかというところで、やっぱりですね変わった方にはですね3つぐらいの共通する点があったのかなと思っています。今回はですねその3つの項目をおしゃれになるための3ステップという形で皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは30代40代の男性に向けて分かりやすくファッションの基本をお伝えしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでまず1つ目から解説をしたいなと思うんですが、ファッションを変える上で一番僕が大事だと思っている項目でもあるんですね。それは覚悟を決めて捨てるということですね。このファーストステップが一番ですねハードルが高いんですが、ここさえできればですね結構ファッションは変わりやすいのかなと思っています。ファッションっていうのは実は自分の生活だとかこれまでの習慣にですね根ざしているものなので、これをガラッと変えるのはなかなかですね難しいかなと思ってるんですね。何かを変えるにはそれなりの覚悟と集中が絶対必要だと思ってるんですね。僕の本だとか YouTube を見ながら結構ですね劇的にファッションを変えたっていう方はですね、覚悟を決めて短期的に集中した人、こういう方がですねかなり多いかなというふうに思っています。今年1年はめちゃくちゃファッションに集中して根本的にファッションを変えるんだ、やっぱりこういう意気込みを持ってスタートしている方はおしゃれになるスピードっていうのが圧倒的に速いかなと思っています。このファッションを変えるという覚悟とセットでやるべきことなのが服を捨てるということなんですね。これまでのファッションを大きく変えるためには持ってる服をですねもう一気に捨てる、そして新しいものに買い替えるというステップがものすごく重要かなと思っています。先ほどもファッションっていうのは自分の生活に根ざしているという話をしましたが、これ前の延長線でなんとなく服選びを続けるよりはここで一旦リセットをしてまた新しく服を買い直した方が明らかに早いかなと思っています。僕もですね普段スタイリングをする際にお客さんの今持っている服を生かそうっていう発想はあんまりないんですね。それよりも一旦そういったものは手放してもらって新しい服をしっかりと揃えていく、これからの自分に合った服というものに買い替えていく、こっちの方に重点を置くようにしていますね。大切なのは買う前に捨てるという作業なんですね。ここを覚悟を持ってできるとですね、この後のステップっていうのはかなりスムーズになるのかなと思っています。何かを変えたりだとか何かを学ぶときにやっぱりスピード感っていうのはものすごく重要だと思うんですね。ゆっくりとしたペースで少しずつ積み重ねていくっていうのも悪くはないんですが、それだとなかなか成果が見えづらいんですよね。それよりもやるときにはガッと集中してやってしまう、まずは一気にスキルを磨いてそこからは緩やかな坂道を登りながらですねさらにセンスを磨いていく、これがですね僕はバランスとしてはいいのかなと思います。まず最初の1年は集中をしてファッションに向き合うこと、ここの覚悟ができている人はものすごく早いかなと思いますので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のステップなんですが、これはですね大量のインプットをするという作業になりますね。これはファッションでも筋トレでもスポーツでもいろんな趣味でも同じかなと思うんですが、何かを習得するときにはある程度の知識量って必要になってくるかなと思います。特にファッションなんかはセンスが必要だと感じている方もいらっしゃるかなと思うんですが、このセンスっていうのはそもそもですね持って生まれたものでどうにかなるようなものではないかなと思ってるんですね。生まれた時からセンスがいいっていう人は僕ほとんど存在しないかなと思っています。ましてやファッションっていうものには流行というものがあるので、
ある程度情報をインプットしながら、今の時代にはこういったものが流行ってるんだなとか、こういったものを持っておけばベーシックな着こなしが構成しやすいんだなっていう、そういった知識をある程度持ってる人の方が結果的におしゃれがしやすいのかなと思っています。僕も自分にファッションセンスがあるかというとかなり疑問を持っていて、情報として様々なものに触れておくことでファッションっていうものにある程度の優位性みたいなものが保たれてるのかなと思っています。ですのでセンスとかそういったものに頼らずインプットをするという作業、ここをですね次のステップでは皆さんに意識していただきたいなと思っています。インプットの方法にも様々な手段があるんですが、2020年の現段階においてすごく有効だと思うのは本を読むという作業ですね。本っていうのはやっぱりなんだかんだで体系的にまとまったもので、非常にですね何かを学ぶ上では有効な手段なのかなと思っています。僕もこれまでたくさん本を書いてきましたが、やっぱり YouTube と比べるとですね、一冊の本を仕上げるにはものすごい時間と労力がかかるわけですね。何回も書き直しをして編集をして、そして出来上がった本というのはやはりですねすごく分かりやすい構成になっているかなと思っています。ですのでファッションのインプットとしてまず最初にやるべきなのは、ファッション指南本と呼ばれるジャンルの本を読んでいただきたいなと思っています。これもですね男性向けのものが今たくさんバリエーションが出てるんですが、僕の中でぜひこの2冊を読んでいただきたいっていうものはもう決まっていまして、まず1冊目は皆さんもご存知だと思うんですが、 MB さんの最速でおしゃれに見せる方法という本ですね。これは多分ですねメンズファッションものの中でこれまでで一番売れてる本かなと思っています。この本が僕が出た時は衝撃を受けましたね。うわこの本の完成度はやばいなと思いました。僕自身も本を書いてるからこそその本の完成度の高さってやっぱりですねすごく感じるわけですね。メンズファッションっていうものを体系的に学ぶ上ではこの本ほど分かりやすいものってそうそうないかなと思うので、まずこの本はですねぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思っています。そして MB さんの本ともう一冊並列して読んでいただきたいのが、僕の本で大変恐縮なんですが、最強の服選びという本、もしくは最近出た服が面倒いという本でもいいかなと思うんですが、僕の著書の中でどちらかを読んでもらうとすごく分かりやすいかなと思っています。どちらの本もメンズファッションにおけるベーシックなところをしっかりとお伝えしている本であって、正直ですねこの2つの本を読んでおけばある程度のメンズファッションの基本というのは学び取ることができるのかなと思っています。まずはこの2冊を読んでみて、 MB さんの理論と僕の理論どっちの方がよりしっくりくるのかというところを、まずはそこを見極めてもらうのがいいかなと思います。そしてそのような本を読んだ先にあるのが今僕がやっているような YouTube 番組ですね。こういったものって本当に今っぽいツールだなと思っています。ちょっと前までは何かファッションのことを学びたいという時にはネットで学ぶ際はブログとかを読むことが圧倒的に多かったのかなと思います。ブログはブログですごくいいんですが、やはり文字情報なので分かりやすさという点ではやっぱりですね映像の方が優れているのかなと思っています。そしてこの YouTube のような映像と本の違いというのは鮮度なんですよね。情報の鮮度が全く違くて、本というのはある程度ベーシックな内容をお伝えするには非常に優れたツールだと思うんですね。体系的で分かりやすくまとめることができるんですが、どうしてもですね書いた時点から情報がアップデートできないので旬な情報ってそこに詰め込めないんですよ。一方で YouTube っていうのは本当にリアルタイムで今情報を出しているので、今の夏どんなものがトレンドなのかだとか、今どんな商品がおすすめなのかっていうのをどんどんリアルタイムで発信しやすいんですね。ですのでまずは2冊の本を読んでファッションの基盤をしっかりと作った上で、そこから先のトレンド的なものに関しては YouTube を見ながら知識を学んでいくというのが間違いなく一番早いのかなと思っています。はい、そして最後3つ目なんですが、これはですね練習をしていただきたいんですね。ファッションの知識を得ただけでファッションが変わるかというとそんなことはないんですね。実際に自分自身が服を着ることで初めてファッションが変わるわけですね。センスを磨くためには一定の情報量と、あとは練習の繰り返しが必要だと思うんですね。この経験とか体験を深めていく中でセンスというものが少しずつ磨かれていくかなと思います。じゃあファッションにおける練習ってどんなものなのかというと、これは間違いなく試着なんですね。いろんな服を実際に袖を通してみて試してみること、これがものすごく重要になってきます。本当であれば服は買って失敗を繰り返した方がいいかなと思うんですが、そうするといくら予算があっても足りないので、まずは徹底的に試着を繰り返していただきたいんですね。僕たちが書いているようなファッション指南本を読んで、あ、こういったものがベーシックなアイテムなんだなと思ったら、その服をユニクロに行って実際に試着をしてみる、こういった作業がものすごく重要なのかなと思います。例えばブルージーンズですとか白のボタンダウンシャツですとか、こういったオーソドックスなアイテムであれば皆さんも一度は着たこと
ことがあるかなと思うので目も慣れてると思うんですね。ですので試着をしてもそんなに違和感がないと思うんですよ。一方でちょっとトレンド的なアイテムですね、ビッグシルエットの T シャツだとかバンドカラーシャツですとかオープンカラーシャツですとか、今まで着たことがないものって絶対に着た瞬間に違和感があるんですね。この違和感を乗り越えていかないと自分のファッションの幅というのが全く広がらないんですね。このトライアンドエラーというものをぜひ皆さんには試着を通して行っていただきたいなと思うんですね。知識を学ぶだけでは全然ダメで、それを実際の店舗で何度も試着をしながらアップデートしていくと間違いなくですね、最速でおしゃれというものを磨けるのかなと思っています。最初のうちは試着のしやすいですねユニクロを使い倒すのがすごくいいかなと思うんですが、ユニクロに慣れて様々なものを試着をして良いなと思ったものはぜひ買ってみてください。そしてユニクロに慣れてきたらさらにステップアップしてグリーンレーベルですとかナノユニバースですとかエディフィスですとかユナイテッドアローズですとかトゥモローランドですとか、いわゆるセレクトショップというところにもまずはたくさん足を運ぶようにして、その場の雰囲気に慣れてもらいたいんですね。まずは試着さえしなくてもいいです。セレクトショップってやっぱりですね、ユニクロに比べると店舗の雰囲気もちょっと洗練されてますし、そこにいる店員さんもかっこいいのでなかなか入りづらいかなと思うんですね。ですのでまずそこに行ってその場に慣れるというところから始めてみてください。そこに慣れてきたら少しずつ試着をしてみて、本当にこれはいいなと思ったものは実際に買ってみる。この繰り返しでどんどんファッションセンスというものは磨かれていくのかなと思っています。はい、ということで今回はですね、おしゃれになるための3ステップという形でお話をさせていただきました。まず一番最初のステップは覚悟を決めること。この1年間でファッションをガラッと変えるという覚悟を決めると全然取り組み方が変わってくるかなと思います。その上で手持ちの服を一気に捨て去る、これをやってしまえば後戻りができなくなるので、かなり真剣にですねファッションに向き合えるのかなと思っています。そして続いてのステップというのがインプットですね。大量の情報をインプットしてもらいたいんですが、ファッション指南本と呼ばれるものを読んで基本を固めること、その後は YouTube を定期的にチェックをしながら最新最旬の情報というものをアップデートすること、この2つをやってもらえばいいだけなんですね。実際本を読むのは最初は大変かもしれないですが、 YouTube に関してはそんなに時間もかからないですし、通勤だとかちょっとした時間の間にですね YouTube をチェックしながらアップデートすることができるので、そこまでハードルは高くないかなと思っています。そして3つ目に、いろんなお店に行きながら得た知識をですね試してみるということですね。試着をすることがものすごく重要です。この試着をする中で、あ、これはこういうことだったんだなとか、こういうふうに着るとバランスがいいんだなっていうのを皆さんにはどんどん実体験していただきたいんですね。その繰り返しをすることで明らかにファッションというものは変わるかなと思うので、ぜひ皆さんには1年でいいのでファッションというものに集中するような期間を設けていただきたいなと思っています。実際にファッションというものが変わることで日々の生活が豊かになったり、他人からの見られ方が変わるので、仕事で評価されることが増えたりですとか、プライベートでも女性からの好感が得られやすくなったりするので、ファッションを磨くことで得られるメリットってかなりたくさんあるかなと思います。そのために今回の3ステップは必ず役に立つと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。